はい、今回はですね、混ぜそばと二郎系がメインのお店、ジャンクガレッジでございます。こちらね、混ぜそばになりますけれども。まあ、これがね、一番の看板メニューということですけれどもね。群馬県のね、太田市にあるお店でございます。チェーン店らしいのでね、まあ、ただ群馬はここだけなんですよね。他にはちょっとなかったです。大森県のラーメンや混ぜそばが看板メニューとなっております。特にね、混ぜそばは人気だそうですよ。トッピングね、いろいろありますね。無料トッピングもね、結構多いので、まあ、食べる際に注文していきましょう。混ぜそば、パワフル混ぜそば、ラーメン。はい、こちらはね、パワフル混ぜそば全増しでございます。このお店はね、とりあえず混ぜそばと飲んで、間違いないらしいですからね。麺の量は普通にしましたが、混ぜるものをね、全増ししてみました。いろいろすごい量になっておりますけれどもね。よく混ぜていただきましょう。いろんな具が入ってますからね、まんべんなく混ぜたいところでございます。まあ、チーズ、エビマヨ、ベビースターもありますね。ニンニク、油、野菜など、まあ、これをちょっとね、好みで酢とかを入れてもいいんですけれども、自分は酢あんまり好きじゃないんで、そのままで。はい、ベビースターのね、パリパリがね、かなりよく合うんですよ。これちょっと癖になりそうですね。個人的にはね、チーズもっとね、欲しかったんで、次は増してみますね。めちゃくちゃ美味しいです、この混ぜそば。ある程度食べたらね、味変してもいいと思いますよ。いろいろ調味料ありますんでね。しかし、やっぱりラーメンの方もちょっと気になりますよね。ということで、別日に訪問してみました。こちら、辛ラーメンでございます。野菜少なめにしてみたんですけれども、この量、2辛にしたんですけど、結構辛そうですね。油のね、層がね、だいぶ厚いです。濃厚なスープですね。てか、めちゃくちゃ辛いっす。それでもね、背脂はちょっと増してみたいですよね。麺はね、太麺でございます。二郎系はね、やっぱり太麺がいいですよね。コシがあってね、食べ応え抜群の麺でございます。味がね、結構濃いのでね、野菜をもっと増して入れてみてもいいと思いますよ。結構ちょうどいいぐらいの味になるんじゃないですかね。自分は量が食えないんで、小で精一杯でございます。これにしてもね、この辛ラーメンは辛すぎます。さらに辛さ増したらちょっとやばかったですね。ぜひ辛いの得意な人、チャレンジしてみてください。とりあえずね、人気はね、混ぜそばなので、まずはこっちから食べてみることをおすすめいたします。ジャンクガレッジでした。本日の動画はここまででございます。ありがとうございました。